県民の代表と位置づけられる県議会を身近に感じてもらおうと、子どもたちの議会体験会が29日、松山市一番町4丁目の県議会議事堂で行われました。議会体験会は、県議会が2009年度から実施していて、この日は今治市近見小学校の6年生67人が、議会の役割や議員の仕事を学びました。議員や中村時広知事など、理事者の席に座った児童に、本宮勇議長は、県のお金の使い道やルールを話し合って決める場の県議会に興味を持ってほしいですと語りました。子どもたちは議員になりきって登壇し、議長に選挙権年齢を引き下げる18歳選挙権への考えをはじめ、仕事内容や防災対策、女性議員の人数などを元気よく質問しました。なぜ議員になったのですか。市民の皆さんのためにですね、お役に立ちたいなというふうなことを思って、議員にならせていただきました。おそらくこの全ての議員が同様の気持ちで、議員になったのではないかなというふうに思っておりまして、議員になられたことの理由にとても素晴らしいと思いました。僕もそんな心構えで生活を送りたいなと思いました。ここで議員をして今治のために力を尽くしたいなと思いました。